私はあの主人の仕事の関係で82年でしたかねあのアメリカへ渡ったんですねそしてそこで6年過ごして4年前に日本に帰ってきましたであの日本にいる時もあの高校の教師でそして今も 1>, 今年1年はちょっとあのわがまま行って休んでますがあの高校の教師なんですねそれであのもう学校の教師その頃もう12年ぐらい勤めてましたかねもうあの何かこう毎日が自分の意思で学校へ行くというよりはあの電車に運ばれていくような気がし始めていて何かもうそろそろ あの変わることがあってもいいなと思った時に主人のアメリカ赴任っていうのが決まったもんですからね喜んでね私もね自分のこの人生のバケーションのつもりで渡ったんですねでそれまであの卒業してからも教師していたし子供が生まれても教師していましたからこう仕事から離れるっていうのが初めての経験で喜びさんでアメリカへ渡ったんですそして 最初の1年も経たないうちぐらいにやっぱり退屈し始めるんですねそれまでずっと仕事をしてたからそしたらあのちょうど日本であなたはその女性問題に関心があったでしょうっていうねお友達が現れたんですね実際そうだったんです私はね教師とし教師を選んだ理由もね男女差別がね一番あの少ないとねあの考えたからだったんですね で私は自分の,その父や母の結婚生活を見ていてねその決して不幸ではありませんけれどもねどうしてねあの女であるということでねこんなさまざまな制約を受けなくちゃいけないんだろうってねずっとそれを見てねあの大きくなってきたんですねでましてや母の母ですよね私のおばあちゃんにあたりますけど祖母の暮らしなどを見ていたら 忍耐の一時のように見えたんですね当時の若い私にはだからねこの日本っていうのはこの役割文化が激しいですからね誰が何せよと言われなくったってどこかで女としてあるいは母として妻としての生き方をこう身につけてね苦し,苦,し苦しんでるというわけではないんですけど自分をがんじがらめにしてる男性も同じなんですよね男だから日本の中でね男だからというのでやっぱり。 あのやっぱりカラーを折ってというか形を作って生きてますよねでもそれが嫌で何かあの本当にこのそういう束縛とか伝統的なものからこう解放してくれるものはないかと、ね、私はもうずっと探してたんですねでわからないままにしかし教師がやっぱり一番いいだろうというので教師をしてたんですで ところがその教師の仕事もそういうふうな状態の時にアメリカへ渡りましたからバケーションは楽しんだもののあ何かしたいそしたらそのあなたはそういう女性問題ね関心があったんでしょって言われたからええって言ってあの国連にあの無政府間会議みたいなものがあって女性問題をやってるから来ないとか言われて行ってあの英語の教師ですからねあの あんまり困らなかったんですね言葉にねでその中であの女性の自立だとか日本のこの老人問題っていうのはひとえに女性にかかってますよね女性の方が長生きするしおまけにその女性を介護するというのはもうほとんど女性だからさまざまな問題を持ってますよねそういうようなことを語り合ったりしてたんですよねところがそういう会議をしていてもこの。 英語で話せるという喜びはどこかあるんだけれども何か物足りないんですねやっぱり私は教師なのにこんなところへ来て本当はよくも分かってないことをねあの喋ったところでやっぱりダメだってやっぱり教師だったんだからそっちの方の仕事をしようかなと思ってた時にちょうどアメリカ人のお友達で近くの,あの公立学校アメリカの学校ですけど、ね、勤めてる人が。 あの日本人の子供が手に負えないのよと助けてよっていう声がかかるんですねでどうしたのかっていうとこのニューヨークの近くのニュージャージーというところに住んでたんですけれどあの日本からの,この出向してきた家族がとっても多くてねクラスにやっぱり10人ぐらいはいるんですねだから学校の先生たちとしては無視はできないものの こう十分英語がわからないこうグループが一クラスに10人いたらね大変なんですよ、私、教師だからわかりますよ、それでもう困り果ててね、あのこの子たちの中にも特にね2年経ってもね自分の名前を聞かれても答えない子もおれば、あのどうしようもない子もいるとね、でこれがあの単なる文化のギャップによるものなのかね、あるいは、 その子自身のこう精神的な問題によるのかわからないからね調べてくれって言って私はもちろんそういう専門家じゃありませんから専門家に連れてってあの通訳をするという仕事をしてたんですねでそういうことをし始めてアメリカの学校に入るんですねそして理科や社会とかもうとってもついていけない授業の時にそういう日本人の,あの特に傷んでる子どもたちをこう「イエスルって言ってこう 特別な部屋に呼んできてね日本語を使って英語を教えてやるんですねでこのいろんなこう日本の人って難しい単語は覚えてるんだけれどちょっとした生活用語がねできないんですよね例えば象のお耳がパタパタするとかねもう忘れてしまいましたけどわ分かりませんでした絵本見せられてもそんなことだとかねちょっと小学生ぐらいになったら対角線だとかね 書くとかね、ちょっと難しいのが普段、ね、使わないのに難しいそういう言葉を使っ教えたりあるいはこう叩かれたから痛いとかね物を忘れてきたから取りに帰っていいかとかもうごくごくこの日常的な言葉を日本語使ってこう一緒に勉強したり教えたりしてると子どもたちってもうすぐ適応していくんですところがその最初の何ヶ月間っていうのはもう本当大変だったんですよねで あのもう次々日本人来ますからそういう仕事をずっとしていたんですよねそしてもう忙しくなって月曜日から木曜日まではあの学校のこの ESL で子どもたちを読んで教えてで午後はもうとっても学校の授業では足らないので家にその子たちを読んであの日本語を使って英語を教えてたんですねそして ド、えーとはアメリカ人のビジネスマンに日本語を教えてましたかねもうなんかそういう忙しい日々を過ごしてたんですそしてもう来年本帰国というのが決まった時アメリカに渡って6年目だったんですねあもう一その1年前ですかね5年目ですよねあのそういう,あのこうよろず相談屋だとかいろんなそういう困った子どもたちの相手をしていましたから あのどうしてもあの障害を持った子どもたちのクラスなんかに出入りするようになるんですねでその中でも特にあの重複障害児クラスっていうのがあってあの障害がいくつも重なってもう英語のハンディだけでも大変なのにねさまざまなハンディをってるというクラスこう行くようになるんですそしたらそこので親しくなったあの一人のお母さんこの方がね あ,のあるそ,のそこの教育委員会の女性がこう私を紹介したいって言われたことがあって出会うんですよねで,でその方の、えっと、子供さんがこの自閉症の坊やだったんですねでそしてこの方がね美子さんってね あの一度私の家でやってるねバイブルスタディにこの聖書研究会にね来ませんかって言って誘われたんですよねで普通ならね私はもうすぐ断るんですねあの教師をしていましたしその一切から一切のとらわれから自由でありたいっていうのが私の心情だったんです長い間のねだからこの性差別であれ職業差別であれなんであれそういう もののの嫌いだったかから一一つつ宗教とか一つの思想ですよねどれかを取るということに対してはもう極端な,このなんていうかアレルギー反応があったんですよね学ぶことは自由だけれどもそういうところにそれ以上進むというのはもう耐え難いしあのだからバイブルスタディに誘われてもねうーんっていう感じでそれまでも何回も誘われて一度も行ったことがなかったんですところがその最後の年ですよね そういういうに学校に勤め,勤めるというか、まあ、ボランティアの形だったんですけど入っていたのにその私と一緒に組んでいた ESL の先生がもう急に辞めちゃったんですよね私は著作業に入るわってで当時あの私にはそのアメリカ人の親友が2人いたんですね今もそうですけど1人の人はあの離婚をしてしまってあの仕事に出始めたんですね だからゆっくり私と会うチャンスなんかなくなってしまってでもう一人の人は家を郊外に買って引っ越してしまったんですねそしたらね、うん、あのあもう一人日本人のお友達がいたんですけどこの方は急な帰国が決まるんですよねこれが87年の4月だったんですねそれで私は突然ねあの一人になってしまったような感覚になった時にねこの自閉症の防衛のお母さんがね このバイブスタジオに来ませんかとで「日本食が出ますよ」って言われたもんだからもうついついそれに引っかかってね出るんですよねであちらで日本食を食べるというのはあまりチャンスがないし1人でレストラン入って日本食食べるほどのねあの勇気ないんですよね私にはだから出るよと言われてもうホイホイと出かけましたよでそれがその私が初めてその聖書研究会なるものに出た最初だったんですね そしてまあ出たらやっぱり予想した通りにこの聖書を読んで、イエス様の話ですよねでただね、私にとって幸運だったのはアメリカ人の牧師さんだったからあの聖書を読まれてもねあんまり抵抗がなかったんです。このの日本語のね あのお祈りにしても聖書にしてもやっぱりどこかちょっと生活感覚から離れた言葉は使ってありますよ天のお父様なんて言われたら私はもうゾゾゾゾだったんですねでそこをね英語でね「Our Heavenly Father」って言われるとねあってね抵抗なかったんですよねそれも良かったのかもしれませんけどねあの、まあ、とにかくいたんですよで私の感想はしかしそれでもねあの学ぶことはたくさんあるしね いいけれどもねそれとね、この信じるということの間にはものすごく大きなね断崖絶壁のようなものがあるってなぜねあなた方は越えられたのかってやっぱり信じ難いでしたよね、私にとっては皆さんはねそこにいた人たちはねもう英語ではもどっかしいもんですから慌、ね、たわ,とわさ,さんばかりにね日本語でね。あの 自分の子供がこういう病気になって行き詰まった時にねこの会者さん助けてくださったんだとかご自分の体験を語られたんですところがね私は自分は健康だしアメリカに渡ってお友達には恵まれてるわこういう,こう生きがいのある仕事は与えられているわあのそういう具体的にこれを助けてほしいというような思いはないんですよねでうんとわ分かんないと。 やっぱりねここは私の場ではないなっていうような思いが来るんですよねでその日は終わったんですそしたらその次の週ですよねあの島田先生という方がね来られるからねあのしかもお茶の先生をね総称と言われる人をね連れてこられるからねあのいらっしゃいよって言ってねでももううやめようと思っていたんだけれども お茶の総称とこうなるんですよね。もう好奇心が抑えられないんですよね。キリスト教とお茶。これは一体どういうことなんだろうって言ってね。もう何でもいいやって。また日本書房出るだろうからね。行こうって言ってね。あの聞いてましたよ。そし私はね。お茶の世界と。キリスト教。 何かその関連することを一言でも言ってもらえるだろうと期待して待ってたのに最初から最後までついに一言も言われませんでしたねあのご自分のねあの若い頃の経験を語られたんですねあの藤尾先生っていう方だったんですけどねあのもう今でも忘れませんけどねあの自分は進学校行こうかと思っていた時にね お父さんが連帯保証人になって誰か人のね借金をねものすごい莫大な借金を負ってしまわるんですってそれで亡くなったんでしょうねでその藤尾先生はもう1日19時間ね働かないればならなくなったともう進学も諦めてですよ働きに働きに働いたとその時にねもし誰かがね私に100万円をねポンと与える言ってくれたらね もう涙を流して喜んだだろうってだけどねと神様はね子供をね与えてくださったんだよってこんなありがたいことがあるかって言ってね叫ばれたんですよねで私はまあ驚いてねへえとねよくもまあこんなに信じられて幸せなことよとね <laughs> まあそらねびっくりしましたよだってもう年齢は90に近い高齢の方ですよね今ならわかるんですよね なんマルテヨさんな語のような、なんとひたむきな素晴らしい信仰だろうと思いますけどね、その当時の私にとってはね、とんでもない別世界の出来事だったんですね、でいよいよ決意固くしてねあの、これでやめようと、ピーター先生はおられたんですけどね、あの横であははと笑ってらっしゃるだけの方、ね、でね、あの何もおっしゃらなかったもんですからね、もうそれだったんです、そしてもうやめようと決めたらね、まだお友達がね、あのもう一回だけ出たらって。 今度はあのピーター先生がね島田先生がお話しされるんだからって言われたもんだから2ヶ月後出るんですねであのー、当時あのー、フォートリーという町にはあの日本人協会はあったんですけど牧師先生がアメ,リアメリカ人だったからどうしても日本語のメッセージをね聞きたいという人があって2ヶ月に1回かなあのフィラデルフィアから島田先生が来てくださってたんですねでもうその まさに調教派だと思いますけれども2三3 0人の人が集まってましたかね家庭集会にでそこ行ったんですよねそしてあのまあ座って聞いてましたよねそしたらねもう私にとっては信じがたい言葉をねそこで聞いたんですよね,ねさあ,あと皆さんとねあなた方はね神様がいると思うかって神様っているんだよといるかどうかね知りたかったらね 試してごらんんなさい言われたですよね私はねその「試してごらんなさい」と、ねまあ、い,いう言葉にねもうびっくりするんですよねあの私の祖母というのは神仏を拝んであ心熱い人でしたからねこの神様や仏様を試したりしたら罰が当たると私を育てましたからね牧師自らね神を試してごらんなさい。 ね、そう聞こえたもんですからねさすがにびっくりしてねくっとこう心をね傾けましたよであとでねこの話をするとねそこに行った人誰もがね私はそんなことを聞いてないって神様はどんな必要にも答えてくださるんだから祈ってごらんなさいと聞いてるんですよねでもね間違いなくその言葉は使われたんですでもそういうつもりでおっしゃったんじゃないから他の人はそういう理解してないんですよねでも私にはそう聞こえたんですね でその言葉がもしそう聞こえていなかったらね、私はね、くっとこうね、聞かなかったんですよね、そしてその時のあのピーター先生の例え話っていうのがね、例えというか、ご自分の証だったんですけどね、あのこうフィラデルフィアにおられて、このフルタイムのね、伝道者として立とうとこう決意された時が来たんだそうです。そそしててれれまで勤めておられた 会社を辞めて、あの、電動生活に入られたんですね。そしたら、あの、それまであった蓄えも、1ヶ月か2ヶ月か忘れましたけど、時がたったら、そこをついて、もう来週中にね、家賃の150ドルと生活費の50ドル、この合わせて200ドルがね、入らなかったらね、もうやっていけないというところにまで追い詰められたんだとおっしゃるんですね。で、もう困り果てて、 神様に祈りましたってあの「あなたはねそ交渉の生き方とかそんなことだけをね教える方ではなくて毎日のねご飯の必要までね答えてくださる方だ」って「だから私にね200ドルください」って「来週中に200ドルください」って「もしくださらなかったら私は殿堂ねやめます」って言ってね今から思うとねまるで脅しですけどそう祈られたとそう聞こえたんですね。そして その次の週、1日目は何もなかったのに、2日目に、あの2通のね、封書がね、舞い込んだと、で、ビリビリと破いてみると、もう何年かあの話もしていないアメリカ人の女性からでね、あのピーターってお元気ですかと、朝祈っていたらね、どうもあなたのことが浮かぶって、であの風の頼りにね、結婚されて、赤ちゃんも生まれたとね。 聞いていてますって「必要ならばねあのどうかこの150ドルを使ってください」ってチェックが入ってたともう一つの風書を破、ね、いてみてもほぼ同じ文面で「必要ならばどうか持ち行てください」って言って「50ドル入ってたと」とちょうど200ドル入ってたん、ね、で「あなた方はねこれをね奇跡と呼ぶかともしこれを奇跡と言うならね私はこの奇跡をね何百回何千回とね体験してきたんですよ」って「さああなたも試してごらんなさい」って。 こんんな話だったんですよね私はもう天と地もひっくり返らんばかりのびっくりをしまして「へえ」ってこんなことがあるものかとね興奮して家帰りましたよそしてね子供からね主人からねも話しまくったのを覚えてるんですねそしてそのことがあってからちょうど1週間目ですよねあのー、それが7月なんですね7月。 ちょうどアメリカはさくらんぼ狩りの季節なんですねであのみんなあのい,ろいろこうニューヨークにニューヨークニュージャージー近郊に住んでるといろいろ農場があってね秋はこのリンゴ狩りをしたりさまざまなこう果物狩りをしたりするんですけどちょうどさくらんぼ狩りだったんですでこの土曜日行きましょうってでもうその翌年には帰ることになってましたから最後なんですね でも楽しみにしていてでそれだけじゃなくてアメリカに長くいながら行ったことのない家族とか来たばっかりの人とかねご家族が一緒に、ね、行きましょうということになったんですねでその日の朝少し曇っていたので大丈夫かなって気になって農場の方へ電話をするとね大丈夫ですってあの来てくださいっていうのでね5台車連ねてねあのいい向かったんですよね出発したんですねそしてね 一番後ろの車にはねちょっと病気の女の子が乗ってたんですよねだからね置いていかれないもんですからねあの連れてきてたんですよねあだからどうしても楽しいものにしたいなっていう思いはねあの私が最後,最後のチャンスだという思いと両方にねこう高まってたんですよところがこのニューヨークのスルーウェイっていうすごいハイウェイに入ってそこでやっぱ1時間ぐらいドライブするんですけどねそこへ入ってしばらくしたらね まあ信じがたい豪雨なんですよねもうダダダダダダと降ってねもういくらこのワイパーでやったところでもう前がねはっきりと見えないぐらいのね大雨になったんですよねで困ったなってもうとにかくノロノロ運転でねお父さんどうするって言ったら行こうとねもうこの雨でもあっちへ行けばねあのニュージャージーよりおいしい桜んぼを買うことができるからとにかく行こうっていうので行くんですよねでもう雨はどん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 激しくなるしね もうどうにもしようがないと思ったその時だったんですよね、ふっとねピーター先生の、ね、声がね思い浮かぶんですよね、試してごらんなさいって、そうだって、やってみようってですね私は生まれて初めてこういう非科学的なことにこう手を出してみるんですよね。で 主人が横に乗っていまして後ろに子供たちがいましたけどもう絶対に蹴どられないようにこういう非科学的なことをするのは私プライドが許さないもんですからねパッと窓からね外の方を向いて何食わぬ顔をしてですよ心の中で声なんか出せませんからね「神様ってあっていますか」って「もしいるならねこの凄まじい雨をね私たちがさくらんぼを積む間1時間か1時間半の間だけやませてください」って言ってね。 お願いしたんですよ、ね、でまたそっしらぬ顔をしてそのまま車に乗ってましたよそして農場に近づき始めるとさすがに小雨になってきてでも降ってましたよねそしてカートに乗せられてこの木をねこの木で摘みなさいっていうとこへ連れて行かれるんですねそして、あのー、着きましたよねカートに乗って木の下にもう着いた瞬間だったんですよね、うんパラリ とね、雨がや、ね、んだかと思うとや、ね、んだだけじゃないんですよね曇り空でも何でもないんですよ。パーっと天が開いて、ね、もう青空そして太陽がさんさんと出たんですよねでアメリカのさくらんぼの木ってとっても大きくてねもう木が赤いほどに鈴なりになってるんですよねでそこに、ね、太陽が刺して、ね、美しいんですよねで綺麗に現れてるでしょだからその病気の女の子も出てきてね みんなでお腹いっぱい食べてもう籠いっぱい積むんですねよかったねってね晴れたねとか言ってねそしてカートに乗って車まで戻ってきますよねで、まあ、そこでお金払うんですけどそしてトランクに入れてねエンジンをかけましょうと5台一斉にねこうパッとかけた瞬間ですよねまたねダダダダダダダっと降ったんですそれでね さすがにへーってねで,でもねそこはやっぱりまだねこの理性の方の私が勝ってますから「い,いやとこんなの偶然よ」ってニューヨークのねアップステートの気候なんて変わりやすいんだものってこんなの偶然よって言って頭から捨てたんです実際ね、あのー、アメリカの気候っていうのは激しく降って激もうパッとやんでしまうってそういう割と変化が激しいですからねあそんなんだろうと思ったんですよね で頭から捨てて忘れてしまいましてねそしたらその同じメンバーがですよねその後そのレストランに集まった時にね「みつ子さんって魚釣りが好きなんですってね」って「私たちね一回も行ったことがないんですよ」と「連れてってくれませんか」って言って言われたからもう私は大喜びなんですよねこの下手なくせに私魚釣りが大好きなんですよねもうそれでねあのちょうど7月のその頃っていうのはあの ラウカレーとかヒラメ類の子走りの時なのねであの私はそのやっぱりこうアメリカの学校に来て適応できなくなってねあのどもってしまったりあるいは円形脱毛症になったりもう泣き叫び続けたりとかさまざまな問題を持った子どもたちをたくさんあの教えてましたからそういう子たちの,この気分転換によくねあの魚釣りに連れてってやってたんですねで そして下手くそなくせにねとにかく一番釣れるのは私なんですよねどういうわけか釣れるんですよねでその釣れるとだからどこかでこう誇りにしている私がね釣れない魚が一つだけあったんですよこれがこのカレイヒラメだったんですでその年明けたもう1月一時帰国して4月には全面帰国でしたからあのもう最後のチャンスかもしれないとそうしょっちゅういけないからね最後かのチャンスかもしれないともう 絶対釣らなくっちゃとねもうカレー・ひらめる日に釣りに行けると聞いただけで心躍りね血は騒ぎというような感じだったんですねでまた同じ家族で行くんですでニュージャージーの港の,あの南の方に港があってそこから560人乗りの釣り船が出るんですねで、あのー、コースがいっぱいあってね1日コースや半日コースとかあって私たちは子供連れだったから半日コースを選ぶんですで1時間半沖へ船で出て3時間釣って で、また1時間半で戻ってくるというコースなんですね、でその3時間が勝負なんですよね、で、沖へ出て、もうその釣竿から餌から何にもこっちは用意する必要ないんです、お金だけ払えばいいんですね、で、3時間のうちに釣れたものは全部私のものという、そういうあれなんですけど、でもう沖の上で2時間経ったんですよね、また私釣れないんですよね。で カレっっていうのはどだからこう波のこう動きなんかがあってこう分かりにくいんですよねこの感触がそれもあって釣れないんですよねでもあと1時間かと思った時にね絶望的な思いになるんですよねついに私アメリカ滞在中一匹のカレイヒラメは釣れないかと海の上の1時間なんて5分ぐらいのもんですよねで諦めかけた時にねふっ とまたた浮かんんんでできすよ試してごらんなさいってそうだやってやれ、ね、でまたあの蹴取られては格好が悪いから餌をつけたままこうして釣り糸を耐えてね誰にも蹴取られないように心の中でね「神様いますか?」って「もしあなたがいるならね私にねフラウンダーをね一匹だけでいいから釣らしてください」って言ってね心の中でお願いしたんですよねそしたらね「釣らしてくださいいいの」 胃の瞬間ですよね今まで感じたことのない感触がククククククッとくるんですよね、まあ、興奮してあげましたがそしたらねもうこれぐらいあとでねコンクールがあったんですけど2番目だったんですねこんな大きいのがね釣れたんですよねでまあ嬉しいですよねへーって言ってねでそこでまたふっとこれは何かしらっていやこんなの偶然よと。 とびきりいい餌をつけてね垂らしてるんだもの釣れて当たり前よって言ってまた頭から捨てたんですよそしてもちろん誰に言うわけでもなくもうそのままその日は終わったんですね終わったというか金がなったんです金がなるんですよねそのさあ一斉に釣り客釣り糸を垂れていいですよってあげましょうっていう時にね金がなったからああと私は今日は1匹釣れたわってね大喜びでねあのこう釣り糸を戻すんですねそして船は港へ戻りかけるんですよ そしたら今まで何回と、ね、あの釣りに行っているのにその日に限ってですよね途中で、ね、ポンと船が止まってしまって、ね、船長さんが、ね、あの大きな声でこのマイクみたいなメガホンみたいなの持ってきて、ね、今日は、ね、特別サービスですよって言って、ね、あと15分間、ね、ここで釣らしてあげますって言って、ね、止まったんですよね。 で今思えばね港が混んでたか何かわからないんですけど、ね、15分間くれたんですよねさあもう釣り客は最後でしょもうみんな目の色変えてさビエーッと釣り出しましたよね私もそうですでまたしばらくしたらね、まあ、やっぱ釣れないんですよねでその時ですよまたねふっと今度はもう私の思いと思いますけどねそうだともう一回やってやれっていうその思いが来るんですよねで今度は さすがにねあの二階のことがこう頭にあるもんですからね敬語を使って「神様いらっしゃいますか」<laughs> <laughs> ね、もしねあなたがいらっしゃるのならねさっきは1匹だけでいい」って言ったから厚かましいんですけどねもう1匹だけ釣らしてくださいってい本当心の中でそう言ったんですよそしたらなんとまたねその最後の「釣らしてください」の「いい」の時にねククククッと来てねこんな大きなのが釣れたんですよね それはもう嬉しかったですよ嬉しかったんですけどねあのこうアイスボックスで魚がパッタパッタ跳ねる音を、ね、聞きながらね「これは何だろう」ってね「嬉しいけれどこんなに単純に喜んでいていいのかしら」って言ってね怖くなってくるんですよねで「これを偶然と呼ぶのかしら」と「しかし偶然にしては重なりすぎるぞ」と「これは何だ」って言ってね嬉しいのに何かをドーンと重たくなってくるんですよね気持ちが。 で、で考え始めるんですよね、それから。で、もしかしたらこの世にはね私が今まで信じてきた科学や理性ではね説明しきれないことがあるのかもしれないとこうなるんですよね最初。であるのかもしれないが「いやあるんだ」とこうなってそれがしばらくまた1週間ぐらい経ってくるとそれを神と呼ぶのかもしれない。 神ってもしかしたら存在するのかもしれないとこうなるんですねそれがしばらく経ってきたら「いやっと神はね存在するんだ」とこうなってくるんですよねでその経験をしてからあのピーター先生の集会には出ようとし始めるんですよねでバイブルスタディというのは1週間おきの火曜日にあってでこの家庭集会というのは 1>, この1ヶ月おきにピーター先生が来られて来られない1ヶ月の時にはそのアメリカ人の先生のがあるというそういう繰り返しだったんですねでその1週間おきの火曜日あるいは家庭集会の日ってね私さっき一番最初に話したように月曜日からね木曜日まではそのアメリカ人の学校へ行って子供たちを読んで教えて午後はあの家で教えてその合間にいろんな会議があったり 子どもたちの検査のために病院へ連れて行ったりとかいろんな仕事がもう1日3つも4つもあって忙しかったのになんとそのバイブルスタディの1周おきの火曜日とですよその家庭集会月1回のなんか水曜日にあったんですけどねこの最初の,その4月から帰る時まで1回としてねこの行事が重なったことがなかったんですあるんですよ来週の火曜日はこういう会議ですよってところがね全部キャンセルになってね あのまるでね、私に行けと言わんばかりにね、全部なくなって、だからあんまり気持ちが悪いからね、自分から行きませんでしたよ、でも、このピーター先生の集会には出たんですね、ところがね、怖いんですよね、何かこう、いるとね、自分のうちから自分が今まで見ようとしまいとしてきたね、その世界が引き出されるような思いがしてきてね。 あのちょうどあそこみたいな角があるんですねそこのお家にその後ろ側に座ってね静かにこう聞くという程度でねもう食事の時でもね顔を合わせそうになったら逃げてましたねで口きかないあのそんな風にしてねそれから2回ぐらい出たような気がするんですねでもし何事もなかったらちょっと不思議な経験をしたとね いうので終わってたはずだったんですけれど11月の終わりだったんです2人のねあのもう困り果てたお母さんがね助けてくださいって泣きついてこられたんですね私はそういうあの結局アメリカの学校に適用できないとかよろず相談屋でしたからいろんな問題が持ち込まれてたんですけどその2人のお母さんの問題だけは特別重症だったんですねで1人はねもうすさまじいばかりのアトピー性皮膚炎のね お子さんんだったんです中二の男の子であの、もう肌は紫色でね、全身がですよ、もうそして腫れ上がって、かゆいからかいた跡がね、もうその血が網の目のようになっていてね、乾かないんですよね、血が。で、もうそこにそのかさぶたは垂れているしね、で正面向いてこう、人の目を見て語れないんですよね。で あの私はその休暇のお医者さんへ連れてってあげましたけれど通訳のためにねもうそのお医者さんがね私を別室に呼んでね見てごらんとあらモンスターだよってもう化け物のようだよって目を離しちゃいけないよとあれはもうもはや私の患者ではないとね精神科医へ連れていけと言ったぐらいひどかったんです私は後にも先にもねあんなにかわいそうな症状が現れてるの見たことがないですよやっぱりアメリカという地でねストレスもあるでしょうだから 症状がひどかったんでしょうねでもう一人はあのお嬢さんで綾子ちゃんっていうお嬢さんでしたけど登校拒否のお嬢さんだったんですでこの女の子中1でしたけれどニューヨーク日本人学校はあの5年からあったんです当時今は4年ですけどね当時5年からで5年生6年生7年生中1の1学期までね休まずに行けてねあのリーダー的存在でね 明るくてねお友達もいっぱいいるこの女の子がね2学期始まるその1日目からね突然学校へ行けなくなるんですね本人も理由がわからない親はましてやわからないでもう困り果てておられる時だったんですだからで日本人学校はあの日本の基準に合わせるためにこのアメリカは土日が休みですからね土曜日を補うために8月の中旬から 始業式でで学期が始まるんですだから8月の初めから行けなくなって私が出会った時にはもう11月の終わりだからだいぶんこう登校拒否が進んでた時だったんですねで助けてくださいってで私はそれはもうかわいそうだったからもうどうにもしようがないからそれ何とか助けてほしいと思うものの私が仕事をしているのはアメリカのパブリックスクールですよねでこの子たちは日本人学校だったんですね でとても毎日接することもできないしどうにもしようがないと皮膚科の専門医でもなければもうどうしようもないという困り果てた時にそのクリスチャンのメンバーの人たちが、ね、やっぱり日本人ってそう多くはありませんから困ってる人たちを見るに見かねてね島田先生が明日祈り会にいらっしゃるからあの先生にこの子供たちのことを、ね、祈ってもらいましょうよ。 って言って言い出されたんですね私だってもうかわいそうでもうどうにもしようがなかったから「あのじゃあお願いします」って言ってお願いするんですよ。でその時にあの「写真あるかしら?」と「写真をねあってあの見て祈ってもらったら祈ってもらいやすいような気がするの」って言われたから男の子の方持ってたんですね家族で食事した時の「うんあるよ」って「じゃあその祈り会明日ですけどね朝取りに行くからね」って言って。 そその日はそれでで話を終えたんですねで私はねあのさっきも言いましたように一つの宗教とか一つの思想を取るまいとそれがこう私の誇りでしたからこの祈り会というのね聖書研究会はまだいいんですけどね祈り会なんてとっても出られないので場違いなんですね私にとっては。であの みんなで集まってもう真剣にそ,のそれぞれの課題を、ね、祈られる祈り会なんですよね一度ちょろっと、ね、何か用があって酔った時にもうとてもじゃないけど私の入れる隙はないというような感じで逃げたところなもんですからねもう全然行く気はなかったんですそしたら朝来られてねあの「この子だからお願いするわね」って言ってね写真渡したんですよねそしたら その帰り際に、ですよねちょうどみんなカープールをして祈り会の会場へ行きますから他の人がいたんでそのうちの1人の人が「ねあなたがね頼まれたね子供たちを祈ってもらうんだものあなたも来た方がいいと思うわ」って言ってね捨てゼリフを残してね行ったんですよで嫌なこと言うなってね気になりますよねでもね私にはそれなりの言い訳があったんですあっと今日はね3つの会議がねあるとね教育委員会の先生とあるとね ああどうせ行けないわと思って部屋に戻ってきたらなんと立て続けに電話が鳴ってねこの会議がね伸びるんですよねでねまあなんということよとねそれでもすぐ行くような私じゃありませんから11時に終わると聞いてたから終わる時間に行ってやれて行くんですよねそして本当に終わるのを待ってあのやっぱりさすが俺だけは言わないと悪いと思ったもんですからね言いに行ったんですよねそしたら あの先生の一言目はね「あなたのところには困った悲しい問題を持った子どもたちが集まるね」だったんですねで私は「ええってそれはよろず相談屋のね仕事をしてますからこれはもう当然のことなんですよ」って言ってそういう返事をしたんですねそしてあの早々に引き上げようと思ったんですよそうしたらねなんとねお好み焼きだって言うんですよね私はまた食べ物で釣られてねだってアメリカにいてね 6年ですすよねね回も食べたたことなかったんです、ね、でいい匂いがしてきますしね「あ,あもうこれはいなくっちゃ」って言ってでお好み焼きを食べましょうって言って始まった時だったんですね私はねかねてからの質問があったもんですからこう先生と向かい合って座った時にね「先生ってねあの世界中にはね 風俗、文化、習慣、それぞれの違いがあるようにねいろんな神様があるじゃありませんかとなぜイエス・キリストですかってどうしてもそこを私は聞きたかったんですよねそしたらねピーター先生はね「うん」ってそうだねっていろんな人がシャカやマホメットやいろんな人が真理を語っているねとしかしねキリストのね 愛ほど、ね、大きなものはないんだよってそういうあの返事だったんですねでそれを聞いてね私はもしね「真理はキリストにしかない」とねその時答えられていたらね「ああ」とねもうとても私のねあの聞いて折れるところではないと思って去ったと思うんですけどねその時ね先生はそう信じてらっしゃっ はずなのにそういうことはねこういう質問に対してだったんでしょうね一言も答えられなかったんですねああっとそうかってまあじゃあいてもいいやって言ってその場にいるんですよそしたらね超強派ですからいろんなあの人たちがおられるんですねそのうちの一人の方がちょうど信仰を持って8年って言っておられましたけどね「先生って威厳って何ですか?」って聞かれたんですねでそしたらそれを聞いてもう30年ぐらいの ベテランのクリスチャンの方がね精霊の働きのこともねあの一緒に教えてくださいってそう言われたで私はねこの威厳という言葉を生まれて初めて聞いたんですよねでどんな字を書くかとね頭の中で当てはめるのに目まぐるしく動きましたよで,で精霊という言葉だってね知らないからあの私は公ウ編に青いと思ってましたよ ちょうどあのクレープが「小霊流し」って言って歌が流行ってるの私は大好きだったもんですからねそういうのもんだと思ってましたよねであの先生が話されたのがねそのフィラデルフィアのスラム街にねあの素晴らしい愛の伝道をしているおばあちゃんがおられたで私はその進学校へ来たんだけれどもこのおばあちゃんに出会うためにねアメリカに来たというような思いがしたほどのおばあちゃんなんだって で一緒にその黒人の、ね、スラム街にいるとこのピストルの弾が、ね、文字通りねりをかすめるように飛んでくると、ね、怖い、って本当に怖いとところがこのおばあちゃんはそんな全然怖くもないと怖いよって言ったらねあの聖書を見てごらんと、ね、あの後でお聞きするとその守られるというようなところでしたけど私には、ね、そうは聞こえなかったんであの時、ね、あの死なないよと、ね、書いてあるよって。で このおばあちゃん、ね、あのすごいなとね何がね自分とねこのおばあちゃんと違うんだろうってそしたらそうだと一つ思い当たることがあったと誰でもね精霊によらなければイエスを主とね告白できないんだけれども精霊を、ね、が全身を満たす時にねあの力を受けてとありますよねそ,のそれが違うんだとねこのおばあちゃんは精霊に、ね、満たされてるんだと。 そうだと僕も満たされたいよと思ってねそれから祈り始めたで祈っても祈っても満たされないである時もう、あのー、諦めたと後でお聞きすると信仰によって満たされてるんだとね信じたとその時だったんだとおっしゃってましたけれど諦めたとそうしたらね実はね精霊にね満たされていることが分かったんだと威厳が出たからっておっしゃったんですよね でその話を聞いてねびっくりしてね「へえ」ってこの世にはこんなことが起こりうるのかとね、まあ、2回目の大ショックでしたねそして帰ったんですでその話を聞いてから3日目あのうちの下の娘あのおりますでしょうるさいのがねあの子が当時 あのアメリカの小学校の1年生日本人学校日本向こう9月から始まりますから日本人学校でいうと幼児部なんですねあの日本語補習校って言って日本語とか文化だけ失わないために毎週アメリカ人学校行ってる子は土曜日だけこう土曜学校に行くんですよねそこへ通ってたんですで息子はもう日本人学校に行ってましたけどその前にはそのやっぱり そ補うう守校というか日本語学校に行ってましたから絶えず送り迎えはしてたんですけれどその何年も送り迎えをしているそのたった1日だけねその土曜日ですよねあの間違ってね10分早く着いてしまうんですよねいっつもね最後なんです私たちがその子供をこを迎えに行くねその日に限ってあの早く着いたもんですから降りてみたらフル本セールしてたんですよねで日本の出向社員がこの重たい荷物を本を置いて バザーのように置いていてくんですねだからあの、いっぱい日本語の本が安く売ってるんですね、もう日本語の本だったら何でもいいから、喜びさんで入るんですよね、そして1冊だけ残ってたんです、もう10分前だから片付けたり売れたりしてたんでしょう。 あの本当は3冊あったんですけどね右両横を誰かが取ったから私には1冊しか残らなかったんですでもう何にも見ないで買うんです料理の本であれ科学であれ経済であれ何だって言うんですよ日本語ならね25セント1枚だからとにかくそれを買ったんですよらその本があのマーリン・キャロザースの「獄中からの賛美」っていう本だったんですねで私はどういう本かわからないけれど買って帰りました翌日読んだんですよね読んでびっくりしたらもう精霊と遺伝のことしか書いてない でこの同じ牧師さんが精霊に満たされてこの威厳を語るようになってから起こった奇跡の数々がね書いてあったんですよねで「へーってこんな奇跡が起こるのかともしこれが本当ならね私が精霊に満たされたらねあのアトピー性皮膚炎のマサハル君瞳子漁師のやこちゃんそれだけじゃないって私40人もね見てるじゃないかってあの子たちを助けられるかもしれないって。 真剣に思っっちゃったんですよねそれでその晩ですよ私は生まれて初めて祈るんですでそれこそ家族に見られてもちょっと覗かれても格好が悪いから電気は一切つけずみんなが寝静まってからもう自然の光の中でね鍵穴から覗かれても格好が悪いと思いましたからね あのマンハッタンの光がねうっすら明かりで向こうからこう遠くからねこう,もう結構ぼんやりしたところですよねさあどういうのってよいかわからないってでもなんか正座した方がいいような気がして正座をしてですよ手を合わした方がいいような気がしてこういう手を合わして目も閉じようって言ってね、まあ、考えましたよそれで神様ってもうその頃神はいるっておられると思ってましたから神様って。 あまりにもかわいそうな子どもたちがね、多いんですって、でもし、私が精霊に満たされたことによって、あの子たちをね、助けられるものならね、どこか私をね、精霊で満たしてくださいって、あまりにも子どもたちがかわいそうすぎるんですって祈ったんですね、短かったですよ、でも真剣だったんです、そして待ったんですよね、何が起こるかって、だって本によると、う嬉しくなったり、 泣いたり異が出たりりが出何か書いてありましたから何か起こると待ったんですよねで,でも真剣に待ちましたけれど何もなかったんですよねああこんなものかと思ってその日は寝たんですそしたらそれから3日目朝ですよね突然ねピーター先生から電話かかってきたんですねでびっくりしましたよ「美津子さん何かあったんだってね」ってのっけからですよで「えっ!」って言ってね「何もありませんよ」 ってね、何ですか?」って言って言いながらふっと気がついたんですね「この獄中からの賛美」という本をフル本セールで買ったよとねその一番最初バイブルスタディに誘ってくださったお友達三田さんっておっしゃるんだけどこの人に寄ったんですよね。 そしたらその本はたまたま彼女が読みたかった本でもあったからとっても印象に残っておられたんでしょうね何かピーター先生と話されるついでの時にね美津子さんね精霊に関心持ってるから電話してあげてくださいって言ってねおせっかいにもね言っておられたんですって私はそんなことは全然知らないんですそしてその日はもう帰国が間近の12月3日だったんですねこれが87年の帰国が間近でしたから お友達がその買い物に連れてってあげようって,言ってね約束してくれてた日だったんですねでところがねあのその2人の友達がですよねよりによってね私の約束を忘れたんですよねもう後でねその7年ほどアメリカにいたお友達はごめんなさいねってね私約束していて忘れたことなんか初めてなのって言いましたけどね あの忘れてたもう1人の人は11年か14年か忘れましたけどものすごい長期滞在の方だったんですけどね私とその日約束してたことすら忘れてねももう何年もないだから家にいたんですよねかといって自分から行きたかったわけでもなくてもうただ、掘ってた時だったんですでキャロルっていうお友達がなぜかわかんないけど今日あなたにどうしても会いたいのってねあの来てよって言ってで散歩しましょうって言ってた日だったんですね寒い日なのにね。 散歩が好きな人だったねで今から散歩しようって言われたのをね、うん、悪いけど今日はする気がないわって私初めて断るんですね散歩じゃあランチ食べてよって言うからうんいいよってじゃあ11時に来てねって言われたのを何気なく11時はダメなのよって11時半にしてよって言ってね変な約束をしたんですよねちょうどねピーター先生から電話かかってきたのが11時って ちょっと前かその頃ですよねキャロルとの約束を11時にしてたら私はもういないんですよねそういうなんか不思議な巡り合わせの電話をね受けるんですよねそして「何かあったんだってね」っておっしゃったから「いや何にもありませんよ」とたまたま本当に偶然にね「一冊の本をね買って読んだだけです」って言って返事をしたら「美津子さんってこの世にはね偶然なんか何一つないんだよ」精霊がね 誰かててらっしゃるんだっておっししゃゃるるんんだおですよねで私は「はあそうですか」って言ってねあのそのまだわからないですよねそういう返事だったんですそしたら「祈っていいかい?」っておっしゃったからそれも断ったら悪いからというだけで「はあ」って言って答えたんですねそしたらあの「祈ってくださったんですよね」で最初ずっと祈ってくださって日本語で祈ってくださったんですけどもう全然覚えてないんですけど最後1分か2分か ぐらいだだと思うんんでですすけどねねったんですよ、ね、もちろん初めて聞く言葉だけれども本を読んでましたし関心もあったからこれが威厳だというのはもう直感的にすぐに分かったんですねそして美しい私は語学が専門の教師ですからこれが単なる音の連なりとかねそんな単純,単純なものでないというのはもう直感的に分かるんです何か語られてるとそういう感覚は分かったんですよでもそこまでですよそしてその祈りが 終わった後ですよねピーター先生はねなんとね「何を感じましたか?」っておっしゃったんですよねで私はねこの牧師さんと名の付く方から電話をもらったの初めて祈ってもらうの初めて威厳を聞くのなんかまして初めてでしょその私に向かって「何を感じましたか?」って言われたから予期しない質問にびっくりしてしまってどぎまキするんですよねだけどあれだけ心を込めて祈ってくださったから何か事ないと悪いような気がして。 あのとっても美しいと思いましたとか身近に感じましたとか返事したんですね、えー、嘘じゃなかったんですその通りだったんですでも何か本当はもう少し分かっていたのをごまかしたなっていうような感覚が自分の中にあったんですねで先生は「あ,あそうですか」って言って電話を切られたんですで後でですよねあの先生はね初めて威厳で祈られた人に向かってね何を感じましたかってね 聞かかかれるんんでですすっっっって言って言やっぱり気になったから問うたらねそしたらね「いや」って「そんなことはない」っておそらく最初で最後だと思うっておっしゃってましたけどねでその質問がきっかけになって私はもうちょっと気が利いた答えができそうなものだったのにって何かこう悔やむ思いが残ってるんですよねでハッと気が付いたらぴったりそのランチに呼んでくれてるキャロルのおうちへ行く時間なんですよねああ行かなくっちゃってでも何 かもうちょっと答えたらよえ臭そうなものだったのにと思いながら用意をしてキャロルのところへ行こうと思うんですねそしてドアを開けて鍵を閉めたんですでポーチを歩いて自分の止めてある車のところへ歩いていこうとこう道路に向かって一歩か2歩かおそらく3歩も歩かなかったと思いますけどね歩いた時だったんですよね この空からなんでしょうね空からとしか言いようがないんですけどねヒューンっていう音がしてね私のここをねものすごい力が打つんですよねバシーって言って私倒れるんですそして何が起こってるかさっぱり分かりませんからもう放心状態であのしばらくして起き上がりますよねそしたら起き上がった瞬間に白い鳩だっていう思いがね 口からも同時に飛び出してましたけれども来るんですよね白い鳩だ、白い鳩だってもう白い鳩、白い鳩って言ってガンガン、ガガンガン自分の鼓動よりも早くもうああ一切の思考力やね思考する余地もなくしても白い鳩、白い鳩とガンガン、ガンガン来るんですよねで一体自分に何が起こっているかわからないし白い鳩は何かわからないしこういう体験したことはないし呆然と立ち尽くしてましたよね。 そしてはっと我に帰ってそうだキャロルのとこ行かなくっちゃってでひどい運転をしてね間違いに間違えてねキャロルの家へ行きましたよねそこでもちょうどそこにまたもう一人スーザンとていう親友がやってきてこうランチをするんですよねいつもと何かが違うんですよねそこに行ってる間は白い旗は消えてたんですけれどもね何かが違うって何かおかしいなっていうような感覚はあったんですけどまあ楽しくランチをしたんですそして 午後ちょっっっとだけ会議があたたから戻ってきたんですよねそしてまたポーチのところに戻ってくるなり白い歯と白い歯とガン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 してねもうどうにもしようがないんですよねで英語の会議でしたでしょこんなではとってもこの大事なね新旧会議に出られない。 もう困り果ててねその三田さんんお友達に電話するんでするでちょっと島田先生の電話番号教えてって聞きたいことができたからってでも何が起こっているかなんかかっこ悪くて言えないんですよねそして電話をかけたらちょうどいてくださって「先生白い鳩って何ですか?」って私から離れなくなったっそしたら母こはは絶句してらっしゃいましたけれども「あの三塚さん精霊なんだよ」って「イエス様がねヨルダン川で占領を嫌いと時に天が開いて」 精霊が「まあ、見たま」って書いてありますけど精霊がね鳩の形をして下ってきたとあるんだよとあなたにね精霊が下ったんだよっておっしゃったんですねでへえって言ってね分からないんですよね私はねまだ何のことかしかしね明らかに自分の中にね変化はあったんです何か自分のね体の細胞の一つ一つがね羽つけたみたいに嬉しいって言ってね叫んでるんですよんとんで踊ってるんですよねあれーっていうような感じはあったんですで その夜ですよね「今度はねあの精霊だと聞いたからあの俺のお祈りしなくっちゃ」って言って2回目またみんなが寝静まった時にその薄暗がりの中で「神様ありがとうございました」って言ってお祈りをするんですねそしたらねこの目を閉じても開、まあ、けてもでしたけれども真っ白い光がもうこの世のものではない白さなんですよねこのあまりに 白くて表現できないという真っ白い光がね鳩の形をしてね飛んでくるんですよねそして私の目の前でバーッと散るんですね消えたなと思った瞬間次の光がこう見え始めてねまたバーッてもうこれが私は双葉も続いたんですけど飛んでくるんですよねで実はその時本当は声を聞いてたんですけどあの永遠の命を嫌って。 「永遠の命を生きよ」ってねまるでバックグラウンドミュージックのようにねその鳩と一緒に声を聞いてたんですでもあの当時あの何のことがわからないと「永遠」っていう言葉は知ってますよでも何のことがわからないでクリスチャンのお友達に「永遠の命って何?」ってやっぱり聞くことは聞いたんですよねところがそれは何か答えてくださってるんでしょうけれどもピッとくる答えじゃなかったんでしょうね覚えてないんですもうそのまま忘れてしまって 白い鳩のの証をしながらもこの言葉を忘れてたんですねで1年目自分にこの1年間何が起こったかをもう一回総ざらいしてみようと思った時にあの夜のね白い鳩の光を思い出すんですよねそうだってあの声が聞こえてたでもうその時には神様に祈るということを知ってましたからこう祈ったんですね神様ってあの時の言葉永遠の命を生きよって何だったんですかそしたら 答えは来なかったんですところがその日だったと思うんですけれど1年目の12月3日やっぱりクリスマスなど近い時ですから近くの教会がねトラクトをねいっぱい配っていて私のポストにも入ってたんですよでクリスチャン新聞とトラクトが入ってたらその見出しですよね大きな字でね「永遠の命とは」って書いてあったんですよねああこれが答えだって言ってね思ってこの中をこう開いたんですよね。 それがこのヨハネの17章の3節だったんですねあのイエス様が祈られるとこありますよね,ね永遠の命とは唯一の真の神でいますあなたとまたあなたが使わ,使わされたイエス・キリストとを知ることであります」ってこう交訳ですけどあのそこが書いてあったんですで「ああ」ってね私はその英文学ですから 一応その聖書の史実的なことは知識としては知ってますけどもちろん信仰を持って読んだこともないし関心もなかったですから知らなかったけれどこのイエスキリストをね知れとあ,あ言ってくださってたんだと知るとこう知識で知るんではなくてねあの深い意味で知れと言われてたんだなというようなことを1年後に分かるんですで。そそのののの白い鳩のその日からね私の人生は変わって で,すよ、ね、でその日を境にしてこう自然を見ても人を見てもこの何か光り輝いているような草一本すらね喜んでるような、ね、そういうふうなこう見え方をするんですね空気すら見えない空気すらね喜んでるぞっていうの思いがね伝わってくるんですね。そしてしかし その時にね、私はまだその永遠の命を生きようと言われたように、イエス・キリストのことを知らないんですよね。で、それが12月3日、そして、それから2週間経った時に、ピーター先生がまた祈り会に来てくださったんですね。でももう私は今度は絶対聞かなくっちゃっていう思いがして出かけるんですね。そして、あのこの白い鳩の話を初めてするんです。もうだからこの お話しするまでの2週間というのはねこう自分がおかしくなるんじゃないかとか一体何が起こってるんだろうとかその例えば街を歩いていてもこういっぱいフォトリーの街というのはあの教会があるもんですから十字架がいっぱいあるんですよねでそれを見るとですよ今まで大嫌いだったあの十字架がねやけに親わしいんですよねで私はあの仏像の例えば魅力菩薩広陵寺の魅力菩薩なんか大好きだったんであの柔らかい美しさがねでこれぞ やはり愛だと思ってましたからあの十字架上のキリストの像っていろんなところで見ますけれど無残ですよね、痛い見るだけでだから大嫌いだったんですねでその大嫌いだった十字架がねやけに親しくてね、親しいとしか言いようがない引っ張っていかれるように行きたくなるんですよね、これは何が起こってるんだとね、こんな奇妙なことが私に起こっていいはずがないとね、やっぱりこう否定しますでしょ、おかしくなってくるんですよね。そして テレビを見ていても音楽を聞いてても特に音楽がそうでしたね私音楽が大好きだったんですね。でアメリカの12月っていったらあのくるみ割り人形の季節なんです私が日本を去る前は「大工が日本の、ね、年末の音楽だったみたいにねそしったらアイスショーから人形劇からバレエから、まあ、しょっちゅういろんなところでやってるんですよねあの大好きな、ね、美しい、ね、音楽がねあるところまではね いいんですよねあるところまではチャイコフスキーこれ神様はね褒めて作曲したなってでもこっから先はね神様を呪って作曲したなってね証拠なんかないんですよもちろん私の中の思いがきてね聞いてられないんですよねそしてそれまで美しいと思っていたオペラやもうさまざまなものが何かねもうたまらないんですよね嫌になってきちゃってで一体自分に何が起こってるかってやっぱり苦しかったですねで2週間後 ピーータ先生にお会いしてあの祈りたいよって言ってくださって祈っていただいたんですねその時が初めて手を置いて祈っていただいた時ですよね白い鳩から2週間目そしたら今度は何か知らない全身の血が駆け巡るようなねゴーゴーと音を立てるようなねうわーっとこうなるんですよね何が起こってるかわからないしねもう苦しいほどの体験をして帰るんですそして そんな感じのなんか血が湧き立つような感覚をしていて夜でしたね。顔洗おうと思ってあの洗面所でこう顔をかがめようとした瞬間にね、その日のこのピタ先生が遺言で祈ってくださったね手を置いてその遺言がね、こうなんかワッと迫ってくるんですよね。で、あの眠っている我が子よって。 目を覚ましなさいって自分の足で立ちなさいってそして私に従ってきなさいっていうように聞こえたんですよねだからまた電話をして「先生ってね今日の祈りってそうでしたか?」って言ってお聞きするとね「うんそうだろうね」って言ってねおっしゃるんですよねで後に私はまたあの時の言葉聖書知らないもんですからね威こ厳うこうを聞いた時にこう浮かんでくる思いとか 言葉っていうのはすすごく幼かったんですねだから後に「これはね一体あの聖書にある言葉ですか?」と「もしあるならねどこか示してください」と「3冊の聖書を開くから同じところを示してください」ってめちゃくちゃな祈りをしたんですねそして3冊を開いたら3冊とも同じところだったんです実はそれがね首都行伝の26なんですねあのパウロが ダマスコ登場で、あの光、ね浴びります、あそこのところだったんですね、読みますね、懐かしいところなんです、16節から、さあ起き上がって自分の足で立ちなさい、私があなたに現れたのは、あなたが私に会ったことと、あなたに現れて示そうとしていることとを証しし、これを伝える務めにあなたを任じるためである。 私はこの国民と違法人との中からあなたを救い出し改めてあなたを彼らに使わすがそれは彼らの目を開き彼らを闇から光へ悪魔の支配から神の身元へ帰らせまた彼らが罪の許しを得私を信じる信仰によって性別された人々に加わるためであるここだったんですねそ,れその時はね別に何と思わなかったんですが今朝改めてここを読んでみると何か怖くなってしまってあのこれは 子羊の群れにねあの与えられたあるいは一人一人の証人にね与えられた言葉なんだろうなとねうそう思いましたでここだったんですねこれ2回目だったんですそして「先生」ってねこうでしたねって言った時に今度は3回目また祈ってくださったんです三3回目の威厳は聞きながらもう日本語で聞こえるようになり始めたんですねでそれがね「我が子よ」とねいい加減にねお前の罪をね 明け渡しなさいと我が子イエスがねすでに血を流してるって聞こえたんですよねで今度はびっくり仰転してしまってね私のびっくりはねこの神様というのは私には分かってたんですねしかしねイエスという名前が出るとねこれは偉いことなんですよねこの私にとって一つの神でしょでさあね偉いことだとねそこから私のねこの戦いが始まるんですよねでこのの回目の 威厳で祈っていただいた時ぐらいからもう1月に入り出してたんですかねあの私は一つの神を取らないと決めていた人間だったのにイエスが島田先生とお話しするとイエスキリストなんだよイエス様なんだよって言われるでしょ周りはクリスチャンのお友達ばっかりでこのイエスイエスと言われるとね 何かこのその圧力がね重たくてもう嫌だったんですよねそしたらちょうど息子があの中3で卒業して日本の全日,日本の,あの高校を受験する時期に来てましたから1月一旦一時帰国するんですねで2か月ほどいて試験を受けて日本の学校を決めてそしてもったん3月に戻って あの家をまとめて、主人はまだ単身赴任ですけども、求めて家族、子供たちと私とが日本へ帰るという、そういう時期でしたから、もうこれ、日本へ帰るのはこれ、幸いとばかりにね、私が自分でこの白い鳩は何かをね、あの見極めようと、こんなクリスチャンやね、あの島田先生と一緒にいたら、えらいことになる、もうね。 あの私の力ででやるると決めて、ね、日本へ帰るんですそしてこのもう原始仏教からねあ聖書も変えましたよあの当時まだ有名でなかったあのオウム教ねああいうのの本が出てた頃ね創刊号から五巻六巻ぐらいの時でしたねあんなのからね大霊界や丹波哲郎のやらねもうそれ日蓮親鸞創価学会から成長の家もう本屋で帰える霊的コーナーね あの当時ものすごかったんですよ。山のようにあったんですね。それをね、片っ端からね。買ったんですよね。で、息子のためにね。受験がありますからね。お金がいるでしょうとか。親戚をみんなくれるでしょう。もうそれを全部本に使ったんですよね。で、私はね。おまけにこの白い鳩が来てから興奮してるのか、なんか知りませんけど、眠たくならないんですよね。まるで。 だから日本へ帰ってきたら時差もあるわ眠たくもないわでねもう本を読みあさったんですよねで目的はただ一つ私に来た白い鳩は霊的経験であってもよいけれどイエス・キリストからではないということを証明するというその目的のためにもう読み始めたんですよねそして本を読んでも読んでも何をやってもねどうしても思いはイエス・キリストへイエス・キリストへとねまるでねここにねこの。 釣り針をつけられたね、この魚のようにね、引っ張られていくんですよね。で、どん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 引っ張られていくとね、一体これはどういうことだと、そして2ヶ月経った2月3日、もう日本で1人でしたけれどもね、その時にね、もう嫌になったんですよね、私はね、日本へ帰ってきて、好きなお寿司1つ食べに行くでなし、お土産や買い物をするわけでなし。 朝から晩までカンカンになってせいぜい睡眠時間1時間ぐらいですからね本ばかり読んでるじゃないかと息子は高校受験ですけど予備校入れたんですねこうにアメリカの学校からだからどうしても日本の学校に慣れないといけないしで娘のあの子は体験入園って近くの幼稚園入れたんです家財道具一式アメリカでしょ家だけあってね掃除機もないと掃除機は母が持ってきてくれるし鍋釜がないから。 ちょっと帰ってきても焼くか煮るか母が作ってくれたものを食べるかすることないんです私主婦業だから朝から晩まで読み続けてたんですよねでもそれが嫌になったんですよねでそのイエス・キリストへと引っ張られるのにも嫌気がさしたからやめようともうこういうことからは一切合切足を洗おうと決めたんですそれが2月3日だったんですよねそしてもうそのこたつの上に積んでいた本をですよね 全部紙袋に詰めたものすごい量でしたよ聖書ももちろん没もう全部いらないですっきりしたところで近くにダイエがあるんですけどねセールだという紙が入ってたから行ったんですよねで買い物をしてルンルン気分で帰りゃいいものをね不せで本屋に寄ったんですよねでいつもの例のコーナーのところへ行くとね一冊だけ今までなかった本がねこうあるんですよね それが、ね、この高橋孝子っていう人の書いた「霊的出発」って本だったんですでまあ今までなかったから目に立ったという意味もあるんでしょうけども何かね私のことを言ってるような気がしてねでこれを最後に足洗おうと決めるんですよねでそれを抜いて帰ってこのパラ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 って読むんですよねそしたらねそこにね飛び込んでくる言葉があるんですバーンってまさかこれその人がね あのカトリックになられた方だったんだけどそんな方とも知らずに買った本ですからね読んでるとねこの引用があったんですでまさかそれも聖書からの引用とは知りませんからこう言うんですそれがそのパウロの、ね、言葉だったんです「生きているのは、ね、もはや私ではないと」とうちに、ね、キリストが生きておられるのであったったその2行ほどの見た瞬間ですよねあこれだったんだと私に来た白い鳩はね キリストの、ね、命だったんだってもうこの知性ではもう反抗してますけれども,もうどうしようもないねこういうのを霊的な確信っていうんでしょうねうわーっともう目が開かれるようなねこう感動がね全身を覆うんですよねであーっと私はねイエス・キリストでなくってほしいと願ってねもうあれこれであれこれと探してきたけれどもねああこれだったんだともういいって私はねこの道を行こうと決めたんですねそれが2月3日だったんです でちょうどアメリカではピーター先生があの私のためにねこう手紙を書いてくださってたんですよね「で霊の世界は深いんだ」と「しかしね言っておくが」と「聖書の世界を通してねこの霊の世界を探求しなさい」と「それ以外はどんなに危ないか」とかって書いてあってそうしてねもうまさにキリスト様だけなんだよと神様はね あのキリストにねそのご自分の一切を表されたんだってそういう手紙だったんですよねできっと私はその祈りにねこう支えられ導かれてねこそこでキリストに出会ったと思うんですねでところがその頃は私にとって真理に到達する道はキリストだと思ってましたよしかし山に頂上が一つあるなら何もキリストだけでなくても仏教だっていいし イスラム教でもよいしあるいは宗教を通らない道例えば宮本武蔵みたいなね好きでしたからねああいう道をね通ってだっていいと思ってたんですよねそれなりにみんなたどればいいとところが1年ぐらい経った時ですよね知性ではねまだそうであってほしいという願いはありながらねあのそれぞれが一番最初にピーター先生が私に語られた いろんな人が真理を語っっててるねってしかしねっていうところに来るんですよね確かにねあるところまではそれぞれのものがあれ生き方でもいろんな宗教でも正しい生き方とか教えてくれますよねそこまでは来るとしかしねその先この愛の世界に入るもっと別な言い方をしたら魂の救いはねこの十字架を置いて他にないんだっていうねこう確信にね1年目に来るんですよ まあ、その時の何というか私の喜びと嘆きあのこういう狭い世界にね入ってしまったとで今でもねこの知的な意味ではねこのキリストにしか救いはないと信じてるという意味では狭いですけれどもねここを通ったらこんなに広いね自由とね深くて。 広い愛の世界はないとね思ってますねうん、うん、でそれが私のね神様との出会いだったんですで癒しというのは実はもうこの白い鳩から1週間目ぐらいから起こり始めたんですねで癒しという言葉もその特に知らない時ですよねあの最初はもうちょろちょろしてたあの娘の綾なんですある晩ね 夜11時か11時半、もう12時近い頃にね、歯が痛いのって言ってね、泣いてね、2階の寝室から降りてきたんですよね、してもう痛いの、痛いと、真っ黒な顔して泣いてるんですよね、でもうこんな時間、どっこにも連れていけないし、もう困り果てるんですよね、そしたら、あのこう歯ぐきが可能してね、小指の先ほどのボールのようにね、破裂寸前のがこう飛び出してるね、痛いんですよね、当然。 で泣いてる、ね、どうにもしようがないとだから私はこの白い旗のすぐ後ですからもう一生懸命祈るんですよね全然聞かないんですでその時にふっとねマーリン・キャロザースがこう引用していた言葉を思い出すんです「病人は手を置けば癒される」「手を置くって書いてあったぞ」と「そうだ」「やってみよう」って言ってねその泣いてるね子供のこの寝転んでましたけどほっぺたにポンと手を置くんですよね そしたら嘘みたいにコンコーンとね2秒ぐらいで寝てしまったんですよねあれーって言ってね私はびっくりしましたけど朝になったら治ってたんですねうんこんなことがあるのかなってそれ忘れたんですよところが1週間後ぐらいにその綾がねあの同じところなのか違うところがわからないんですけどねこっちの方向からね「まあまあ」ってね 痛いの!」痛いのって飛んできたんですよねだからびっくりしちゃってねおてておててって叫ぶもんだからこっちから来たから分かんないからこっちからから手を置いたんでほっぺたりねそしたら綾がね「ママ違うでしょ熱い方のこっちのおててで,でしょ」って言ってね私の手を取って当てたんですよねあっと思いましたよねでもそれでまた治ったんですよね今度はさすがに気になって病院に連れて行きましたよそしてレントゲンとか取ったら医者がねよくこれだけの可能でね高熱も出ずにね無事にね 済みましたたねってっててんですよねでピーター先生が言ったら「あっとねそれが癒しの兆しじゃないかな」っておっしゃってそれが最初だったんですで2人目は息子もう今大学2年ですけど当時は中学3年生でもう1月の15日が卒業式の寸前ですよね高熱を出したんですよねも,うものすごい熱だったんですね で学校休みなさいいっって言って言言当然ののことよように言いますよねそしたら卒業式が15日でお母さんってね僕たちその高校がないでしょとみんな日本へ帰るでしょともう中3の終わりでねあと1週間もない時にねもしここで一日会わなかったらもう生涯会えないという人もいっぱいいるんだよってどうしても行くとどんな熱でも僕は行くからねって言ってねこの雪を見てごらんなさいよって言ってねバカなことやめなさいって僕は行くって死んでも行く。 やるんですよ、ね、もうしようがないから祈ろうと思って手を置いて息子のおでこに手を置くんですねそしたら初めは火のようにね私の手より熱かった熱がねおでこがですよぶわッと引いたかと思うとね私の手の方が熱い感じがしたんですねあれと思ってね体温計でもう一度測ってみるともう6度下がってしまってるんですねで息子はそのまま行って何ともなかったんですで実は何ヶ月か前かでしたらね あの息子と話し合った時にね「元気になったね」ってね「あなたはいつも何か大事な時の前になると熱出す子だったね」ってその頃ね週1回少なくとも月1回熱出す子だったんですよねところがね「ゆいちゃんってあなた全然熱出さなくなったけどいつからのことか分かってる?」って聞いたらね「分かってるよ」って「お母さんが手を置いた時からでしょ」って言ってもうそれ以来。 本当に熱出さないんですよねあの、まあ、そういう年齢だったのかなんか分かりませんけどねそうだったんですそして3人目からはあの家族でない人たちの癒しがね始まったんですねで3人目はあの子宮筋腫科であの低血圧でね朝こう起きづらい起きられないまあ文字通り起きられないあの方だったんですねでその方が あの美津子さんの話を聞いたら何かいいことあるかもしれないとか言って言い出されてで私はところがこの白い鳩の話をねすぐにはねできないんですよね何か怖くってで話していたのはもうピーター先生とそしてその最初に誘ってくださった水田さんというお友達だけだったんですねであのちょろっとこうクリスチャンの人に話しかけると「あのそれ」 神様からかしらとかららしと言われるんですよね「そんな話聞いたことない」とかであの非常にこう私自身が何かわからない時にねこう,うベテランの方からそう言われるとね胸痛むんですよねそれもあって怖くってねもう誰にも語れなかったんですところがある朝突然「あれって今日からね何を話してもいいやってあの人がどう言ってもいいやって」 話せるるぞっていう日が来るんですよそれも不思議なんです朝起きたらそうだったんですねで後で数えてみたら「白い鳩の日」からちょうど41日目でしたねでその日から私はこう何ていうかちょっと眠れる時間も長くなるし少し食事もできるというのはそういう状態に入ってたんですけどねそれでその,そのお友達に「話したい」と言われたのもその日だったんですねでじゃあ、ね、お昼かかららら会いいましょうって朝起きられないから こうイエス様の話をしたたんです私が出会ったと、えー、イエス様じゃないんですよねその白い鳩の話をしたんですまだねこの「私はイエスキリスト」って言う前ですからねそしてあの話し終わった時に彼女が「うん、握手して」って言って手を差し出したんでねで私はその教会なんか一回も行ったことがないしそういうこと知りませんからねクリスチャンの人がこう握手するのが好きだということも知らないから 女性からねしかも長いこと喋った後にねが手を差し出されたことにためらってねうっという感じになりましたよねでも断って悪いから握手をしたんですねそうしたらね初めての経験だったんですけどこうまるで腕がそのままに抜けるようななんか熱いようなものがねジュル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 ,ジュル,ジュルこういう,ような感じで行ったんですよねさすがにこう身震いしてびっくりしてしまってなんだろうって,言って気にはなったんですよね そして家に帰ってからもあの感触が気になって気になってついにピーター先生にお電話するんですね先生って言ってねなんか分からないけど熱い水みたいなものがでからあの彼女の方行きましたとか言ってそしたらピーター先生がうん癒しだと思うよっておっしゃったんですねそしたら「ああそうですか」って言って聞いててそしたら果たして彼女翌日から起きられるようにねなったんですよねで私は今年はお会いしてないんだけど去年お会いしましたけれども うん、とっても元気にねしてらっしゃいましたでその次が例の登校拒否のあやこちゃんだったんですその同じ日の朝急にあやこちゃんに会いたいような気がして電話をしたら出ないはずのあやこちゃんが電話に出てきたんですね「おばちゃん急にあなたとランチしたくなったから明日出てこない?」って言ったら「行く行く」とか言ってねで次の日あの韓国料理のレストランに2人で向かい合って食事するんですねで私は 神様の話をするつもりなど冒頭ないしただこの綾子ちゃんとね食事をしたいというそういう思いで行ったんですよねところがねしゃべ食べて喋ってるとねあの私の方を見ながら私を見ないというねどっかふっと切れた別世界へ行くという感じが分かるんですよねあの本当に深い傷を負ってしまってる子供とこう対されたら分かるでしょう何かこうふっっとやっぱり目に オブラートのような覆いがかかったような感じがしてどっか世界へ行くんですよねそれを見てたらねものすごくかわいそうになっちゃってねあの突然話題を変えてしまってね「あやこちゃん神様いると思う?」って言ってねそんな話をし始めるんですよね私がそしたら彼女は「うんいると思う」って言ったから「お祈りしたことある?」って聞いたら「ある」って答えたんですよね「えどんな時?」って言ったら「学校行きたい時」って言ったんですね学校行きたいのに行けないから。 なんか、どうしようのかかわいそうになってしまって、前の日はね、手を差し出されてですよ、握手してと言われてね、たじろいだこの同じ私がですよ、あやこちゃんってね、このおばちゃんね、神様にお祈りするとき手が熱くなるのって、握手しないってね、私がね、このテーブル越しに手を差し出すんですよね。たら昨日の私と一緒。 あやこちゃんびっくりしてね目を向いてましたけど悪いと思ったんでしょうねあのゆっくりと手を差し出して私の手を握ったんですよねその瞬間でしたよね今度はね昨日はこういう腕からだけだったのにね今度はか体から全部抜けるような感じがしてねバーンってって彼女を弾き飛ぶんですよねで私はびっくりするし彼女はもちろんびっくりしますよねどうしたのよ綾子ちゃんって言ったらびっくりしたんですってってそれ以上言い切らないんですよ私も分からなかったですもん ででその日はそれだったのに彼女はねあのやっぱりそれから登校拒否はね治ってしまうんですよね何が原因でなったかもわからないし何があの働いてこう登校拒否が治ったかわからない時はその時はですよそして今はもう本当に神様だと思ってますけどねそんなんだったんですねそして年賀状も来ましたけどもうね一日も休まずね学校行ってますとか言ってね そうなんですよねもう2人目まではそこまでもうそこから先はあのもう何千人という方は祈ってきましたからもうすごいんですねで私はねこの神様のこの癒し命の流れですかね本当にどんなに凄まじいものかっていうのをね見てきたんですねで一番最初私に白い旗が来た時私は 教会も行ったこともなければ聖書をその読んだこともないと、まあ、知識として知ってる程度だけで決していい母でもなかったし妻でもなかったし悪いとは言いませんよもうごく普通の教師むしろいい加減な生き方をしてた人間なんですね謙遜でも何でもなくて分かりますよねそうだったんですよねでその私にね神様がね この喜びを、ね、与えてくださったってそして私はだからね、あのー、分かるんですよねどんなにねこの神様の恵みがね一方的なものであってねその人が清いからとか正しいからとかいろんなことをしてるからとかそんなんによるんではないということをもうそのことをね私はね「語れ」「証しせよ」とね言われているような気がして仕方がないんですで神様はね あの今までいろんなこの癒しを見てきてねもうそのあるがままをね愛してくださってるってであるがままって人間社会だったらあるがままって言った時にはどちらかでは見えたり理解している程度でしょ自分でも気が付かない自分の内のある傷や怒りや悲しみやあるいは気が付いていて隠している自分の汚いところや弱いところや脆いところそんなもの一切をね私の 意識や理解をはるかに超えてね全てを知ってくださって人間世界だったら全てを知られたら怖いから黙っているし全てを知られたらこの人は私を愛せなくなるんじゃないかしらって恐れがあるのに神様はその全てを知って知ったからこそ愛しているんだよっていうこの愛をね注いでくださってるってもうそれをね私は日ごとね見せ,て見せられてきたんですね。 であのさっきのガラテヤアのところで、パウロがね、あの叫びますよね、もう一回ねあの、ガラテヤアの2章の20のところからね、ちょっと読ませていただきますね、これ、公約ですけどね、生きているのはもはや私ではない、キリストが私のうちに生きておられるのである。しかしか 私が今肉にあって生きているのは私を愛し私のためにご自身を捧げられた神の御子を信じる信仰によって生きているのであるでこのあとですよね私は神の恵みを無にはしないあの私はパウロパウロこそねあの自らを罪人の頭というほどにこの神様の恵みをね 知っていた人だと彼ほど知っていた人はないんじゃないかと思ってるんですねでそら「沙、あ、ロ、のー、よ沙ロよ」と声をかけられて馬から落ちるというああいう劇的な、ね、体験を彼はしましたよねそしてイエス様に捉らえられた人だけれどもしかしね人生の中でねそこまで劇的でなくったって神様がしてくださったという不思議な体験って誰にだってあると思うんですね。 そして明らかにこれは神様が増えてくださったんだと信じざるを得ないような嬉しい体験や不思議な体験であるでしょでもパウロはそれは強烈だったし選ばれたんだとは思いますけれどもねでもねあの生きているのはもはや私ではないと彼が言った時にはね彼がこの方をね我が主としてね信じね従おうとね決めた決断がねあったと思うんですねで 私はその彼が信仰なんだよ信仰なんだよとねもう絶えずねこの語り続けているそのひたむきさっていうかね彼のこの決断の深さですよねあのもう生きるもキリスト死ぬもキリストと言わんばかりのねキリストを生きすると言わんばかりの彼のこのキリストへの愛っていうか思いっていうかね もういつも、ね、心打たれるんですねそしていつもね私はあのここにねいたいってねこの熱い思いの中にいたいってねあの強く強く思っています。